モーリス・マリーナ1979年オースチン・アレグロ1975年トライアンフ TR71979BL プリンセスにハリスマンはイギリスの自動車デザイナーである1970年に BLMC のチーフスタイリストに就任し1970年代後半に退職するまでモーリス・マリーナオースチン・アレグロトライアンフ TR7 8BL プリンセスなどのこの時代の同社製乗用車をデザインした。当時、経営、ロームの混乱から開発能力、品質管理の両面で最悪の状態に陥っていた BL においてしばしば気を照らしすぎたアンバランスなデザインに走り、これがそのまま生産化されてしまうことで当時の BL ニューモデル群が市場の不評を買う一因を作った。手がけたスタイリングの多くは、 後年に至るまで評価が低く、後のマイナーチェンジで、他のデザイナーによって改変された事例が多い。1938年ロンドン生まれ、ウェストミンスターの技術学校を卒業し、最初にバス車体メーカーデュプルに就職、後にレイモンドローイの事務所に転じた。短期間の兵役を終えた後に流通グループ、そしてイギリスフォードに入社した。フォードでは、 チーフデザイナーのロイ・ヘインズの下、初代エスコート、初代カプリのデザインを補佐した。ヘインズは1967年に BMC に転じたが、そのサイマンを誘い、二人は共にカウリーの旧モーリス工場にあった BMC のデザインスタジオに移った。マンの最初の仕事は、当時のベストセラーカーフォード・コーティナの対抗馬として開発されていたモーリス・マリーナのデザインであった。 1970年、カウリーのスタジオがオースチン系のロングブリッジ工場に統合された際に、ヘインズは退職32歳の漫画、BLMC 乗用車のデザイン責任者となった。ただしジャガーでは、ウィリアム・ライオンズが、ローバーでは、デビット・ベーチュがそれぞれスタイリング部門を掌握しており、統合は不完全なものであった。BLMC で彼はまずヘインズが進めていた。 オースチン・アレグロのプロジェクトを引き継ぎ、続いてティアブロというプロジェクト名であった BL プリンセスのデザインを行った。さらにトライアンフ TR7-8 を手掛けた。マンのデザインした各社はいずれも当時の BLMC、BL が抱えていた品質上の問題もあって、マーケットには決して好評には受け入れられなかった。マンはプリンセス TR7 に見られるように極端な ウェッジシェイプのデザインを好んだが、ボディ全体のプロポーションや、ディテール例えばテール部分のデザインとのマッチングなどへの配慮は十分とは言えなかった。また、彼はアレグロで、四角いステアリングホイールを試みたが、これも不評でわずか2年で、通常の丸型に戻された。結局、マリーナは1980年にジョルジェット、ジュージアーロによって大幅に手直しされて、 モーリスイタルに、プリンセスも1982年に前後デザインを大幅に改造して5ドアハッチバック化されたオースチンアンバサダーとなり、TR7 には1979年にオープンモデルが登場して不評だったルーフ部分の重苦しさが解消されるなど、多くの場合、万のオリジナルデザインには彼の退職後大幅な修正が加えられた。また、 1970年代末以降に発表されたローバーメトロやオースチンマエストロなどの b l 製新型車のデザインは公認のチーフスタイリストであるヤン・ビーチがデビッド・ベイチュの助言の下で行うこととなった。退職後彼はフリーランスのデザイナーとなって1990年代のローバー各社の MG 化にも関与した。ありがとうございます。